レーモンド・ボーク、レーモンド・ジャン・ボーク、レーモンド・ジーン・バーク、1960年12月28日体は、カナダ・ケベック州サンローラン、サンローラン、後に、モントリオールの一部となった。生まれのプロアイスホッケー選手である。名前を短縮してレイ、レーボークと呼称されることも多い。2005年時点で、NHL のディフェンス選手中、最多ゴール、最多アシスト、 最多ポイントの各記録を保有する名選手で、主にボストンブルーインズに21年間在籍した。同チーム在籍中は一度もスタンレーカップ優勝を経験することができなかったが、引退直前に移籍したコロラドアバランチで、ついにその祝願を達成した。2004年にはホッケーの殿堂入りを果たしている。レイボークは1979から1980。 シーズンの NHL ドラフトにおいて、ボストンブルーインズに第1位、全選手中、第8位で指名された。入団直後から、リーグを代表する、ディフェンス選手としての地位を確立し、同シーズンのカルダー記念賞、リーグ新人王を獲得するとともにオールスター第1、チームに選抜された。これは、NHL 市場において、ゴーリーを除けば、初の快挙であった。 1987から1988シーズンには19試合連続でポイントを挙げた。これはディフェンスマンとしてはポール・コフィに次いで歴代2位の記録である。1988年、1990年とブルーインズは2度、スタンレーカップファイナルに進出したが2度とも敗れ、優勝はならなかった。ボーは1979年から2000年まで、 21シーズンにわたって、ボストンブルーインズにおいて攻撃力、守備力ともに兼ね備えた有力選手であり続けた。例えば、オールスターゲーム史上における、ショットの正確性でチャンピオンであることからも、攻撃面での卓抜さがわかる。また、ボーク自身は、とても丈夫な選手であったが、ブルーインズがあまりにもボークの表情における、支配力に依拠していたために、 彼が欠場でもした場合には、チームの状態が不安定になるのは、誰の目にも明らかとなるほどであった。現役生活通算では、オールスター第一チーム選抜13度、史上最多第二チーム選抜6度、両者を通算した記録は、ゴーディハウに続いて、史上第二位、ディフェンス選手としては、最多非選抜記録を保持している。また、 ボストンブルーインズのチームキャプテンを14シーズン務めたが、これは同チーム史上最長を誇り、史上第2位の長さである記録はいずれも2005年時点。1983から1984シーズンにはディフェンス選手としては史上6人目となるシーズン30ゴールを挙げた。 1990年にはリーグ最優秀選手に贈られるハート記念賞の先行投票において大接戦の末同期のマークメシへ1979年エドモントンオイラーズに全選手中第48位で指名に次ぐ第2位に終わったしかしリーグ最優秀ディフェンス選手に贈られるジェームズ・ノリス記念賞は5度受賞している受賞回数は2005年時点でダグ・ハービー ボビー・オーアに次いで第3位。1998年に日本の長野市で開催された冬季オリンピック大会ではアイスホッケーカナダ代表チームの一員として参戦した。2000年の初頭にボークは徐々に力を失いつつあったボストンからスタンデーカップを狙えるチームへの移籍を希望した。ブルーインズはこの願いを叶えるためトレード先を模索し、2000年3月6日に ボークは、デイブ・アンドレイ・チャックと共に、ブライアン・ロルストン、マーチングルニエ、サミュエル・ポールセンの3選手及びドラフトの第1位、指名権を交換条件として、コロラド・アバランチにトレードされた。ボークは、アバランチではわずか128試合にしか出場しなかったが、表情でも、そして、ロッカールームでも自らが重要な戦力であることを証明してみせた。そして、 ついに2001年6月9日、アバランチ、そしてボークは22年目にして、初めてのスタンレーカップ優勝を飾った。ボークの現役最後の試合での出来事であった。同年6月12日、ボークはカップチャンピオンチームとしての特権を行使し、優勝カップをボストンに持ち帰った。ボストンのシティホールプラザにはおよそ2万人の熱狂的なファンが感動的な祝賀を行った。 公式の引退発表は同年6月26日であった。ボークの生涯成績410ゴール、1169、アシスト、1579ポイントはいずれも NHL ディフェンス選手としての最高記録である2005年時点。なお、背番号77はボストンブルーインズ、コロラドアバランチ双方の永久欠番となっている。 引退後もボストン地区に在住し、地域のチャリティ活動などに携わっている。また、息子のクリス・ボークは2004年に、ワシントン・キャピタルズにドラフト指名され、これまでに33試合 NHL でプレーしている。ボストン・ブルーインズの球団社長のハリー・シンデンは、ボークは NHL 史上チャンピオンになっていない最も優れた、選手であると1998年に述べた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。